はい、というわけでやってまいりました。こちらはですね、都内の河川ですね。で、一応現在の時刻が、1月7日の日曜日の午前5時49分でございます。今の気温が5度という形で、風はそんなにないかな。というわけでね、今回狙う魚がね、落ちハゼの方を狙ってみたいと思います。落ちハゼって12月、上旬か中旬くらいまでしか釣れないんですけど、水温がねまだ全然下がってないみたいで、まだまだ釣れてるみたいなんで、6時からまあそうですね、8時半9時くらいまでちょっと頑張ってみたいと思います。はい、というわけで今回使う仕掛けですね。今回使う仕掛けはもう、至って簡単です。ロットの方がテキソの B403 で、リールが207パワーの C さんの MHGA、 簡単な、ちょい投げセットとかでも全然大丈夫だと思います。で、仕掛けの方が、こんな感じの天秤の方にシロギスとかそういうのを釣るような簡単な仕掛けですね。一応今回こんな感じのやつを使っております。で、この先の方にこの青い染めの方をつけて、ちょっとやってみたいと思います。青い染めの方はあんまり太いのじゃなくて、ちょっと細めくらいの方が、いいんじゃないかなと思って、ちょっと細めにしております。よし、それじゃあ早速やっていきましょう。うわ、最悪、マジかよ。バッテリー忘れたんだけど。待って、新年早々縁起悪っ。新年1個目ハゼなんですけれども、最近の調子だと頭詰めの時間帯と夕間詰めの時間帯にしかあまり食ってこないようで、このような暗い時間帯を好む傾向があるそうです。あれかな、ちょっとね、竿先ピクピクってなったんですよね。とりあえずちょっと引き寄せしてみます。おお、やった、よっしゃー、オッケー。はい、やりました。落ちハゼでございます。結構サイズも大きくて、天ぷらにしたら美味しそうなサイズですね。とりあえず1匹目ありがとうございます。サイズ測ってみましょうかね。はい、というわけでサイズの方なんですけども、だいたい16センチかな。多分ね、あんまり竿を動かさないで置いといてた方が釣れそうな気がする。よし、この調子でどんどん頑張っていきたいと思います。よし、とりあえず今の時間帯ならまだまだ釣れそうな気がするんで、沖竿作戦でどんどんやっていきましょう。せっかく出たから当たりが出る瞬間を捉えよう。お、当たってるね。当たってる。あれ、あ、こうさ、カメラ出すと急に当たらないのなんなのかな。オッケー、2匹ゲットですね。1匹結構大きそうだね。でもね、この2匹以上にね、さっきめちゃくちゃ引く当たりがあったからね、そいつもなんか釣れたらいいね。はい、というわけで釣りの方が終了しました。というわけでね、4匹、ハゼの方が釣ることができました。まあ、残念ながらね、7時半くらいからね、パーッと、魚止まってしまって、全く釣ることはできませんでした。まあただね、それでもハゼ4匹釣ることができて、まあ、サイズもだいたいどうだろう、15センチくらいかなっていう個体が中心することができました。噂に聞いてた通り、草間詰めと夕間詰めの短い時間帯でしか釣ることができないのはどうやら本当みたいですね。もう寒くて寒くて仕方ないんで、まあ家に帰ってね、この子たちを天ぷらにして食べたいと思います。それでは帰りましょう。